はい、皆さん、こんにちは。ラクタビ若村です。さあ、本日は11月の9日、月曜日です。週が明けました。本日は昼間も散策、夜もちょっと用事がありますので、今日はラクタビ通信の番外編をお届けします。さあ、この番外編はいつも皆様からいろんな質問をいただきまして、その質問にお答えをするという形でお届けをしております。 もう早速皆様の質問にお答えをしていきたいと思いますニックネーム神戸のまみちゃんからです「日蓮宗にはなぜ本山がたくさんあるのですか?」という質問をいただきましたそうですねおそらく京都検定の勉強してますと「楽中二十一家本山」など京都には日蓮宗のお寺「法華宗」のお寺がたくさんあって しかも大本山が21もあったというような記述がありますので、なぜ日蓮宗だけがこんなに本山がたくさんあるんですかというような質問をですね、神戸のまみちゃんからいただきました。確かにこれはね、そう思います。しかしね、実は、浄土宗浄土新宗なども含めまして、各宗派には必ずいろんな何とか派、 んとか派というのがあってその派ごとに一番上の大本山または本山というお寺がありましてさらに本山大本山のグループをまとめる総本山があったりもしましてこれはもう宗派によって違うんですけれどもまあ京都検定では楽中二十一華本山が日蓮宗に出てきますので日蓮宗がなぜ大本山がいっぱいあるんだろうという印象があると思いますが実は他の宗派にもねたくさん 本山、大本山はあるんですよ。ですから、何もこの日蓮宗に限って本山が多いというわけではなくて、各宗派の中には、なんとか派、なんとか派、なんとか派、これたくさんありますので、その派ごとに本山があって、それらをすべてまとめる大本山や総本山というお寺がありますので、ぜひまた皆さんそういう形で、あの、お寺の歴史を調べてもらうとね、 いろんな大本山、本山がありますので。日蓮宗以外からも、そういう歴史をね、ちょっと見つけていただきたいと思います。さあ、二つ目も、同じく神戸のまみちゃんからのご相談です。第五次の五十の塔は。九百五十一年の建立です。京都府で最古の木造建築物とあります。 一方、千本釈迦堂の本堂は1227年の建立。現存最古の木造建築物と、京都検定の公式テキストには書いてあります。千本釈迦堂の最古とは、どういう意味ですかという質問が来ています。そうなんですね。京都検定の本にも、京都府下最古の木造建築物として、第五次の五重の塔が 西暦一方、西陣にあります千本釈迦堂は、1227年という記述があって、現存最古の木造建築物と書いてるんです。でもこれポイントはね、この千本釈迦堂の公式テキスト、よーく見てもらうと、現存最古の木造建築の前に、京都の市街地でというのが載っているはずなんです。つまり、 京都の街中における一番古いのが千本社課堂の1227年なんですが、京都府まで広げると、もちろん一番古いのは世界遺産、第五次の五重の塔ということなんです。なぜ、京都府で一番古い第五次の五重の塔とは別に、わざわざ京都市街地で現存最古の木造建築物を千本社課堂と書いているかなんです。 つまりね京都の街中ということはたくさんの火災や戦いに遭いまして数々の建物が燃えているんですよ。そういう歴史がありながらも1227年に建てられた千本釈迦堂の本堂が今も現存している残っているということがすごいんですよ。街中で残っていることがすごいのであえて京都市街地で現存最古の木造建築として 千本釈迦堂の本堂1227年の建立が国宝にもなっておりましてすごいということなんですねですからもちろん京都深まで広げると951年という平安の時代にまで遡ることができるねもちろん醍醐寺がすごいんですけれどもまあそういう意味を持ってですねこの京都検定では京都市街地現在最古の木造建築物と実はこの記述がねあるということなんです さあ、それではね、もう一つご質問お答えしたいと思います。まだまだね、たくさん今来てるんですがね、順番に皆様にね、お答えをできるように、この番外編で、そうですね、1日3個ずつぐらいね、皆さんにお答えできたらいいかなと思っております。それでは、3つ目の質問です。ニックネーム、小芋さんです。可愛らしいお名前です。小芋さんです。先日、 八坂神社の本殿が国宝にという新聞記事を目にしましたが、本殿のどの点が評価されてのことなのか、なぜ国宝になったのか、よくわからなかったので教えてください。それから一般的に、重要文化財から国宝への格上げされる基準というか、ラインとかはどこにあるのでしょうか、合わせて教えていただけたらと思います。というね、 ご質問が来ました。すごくいい質問ですね。今年の時事問題です。京都検定にはもう問題ができていると思いますから出ないと思いますけれども、出るとしたら来年かな。先日の10月の中ほどのニュースで、八坂神社の本殿が現在重要文化財ですが国宝へと変わるというニュースがあったんです。これはですね、文化財の 重要文化財国宝などを審議する文化審議会というのがありましてね、その中で、この文化財は貴重だから、重要文化財にしましょうとか、重要文化財から国宝にしましょうとかね、いろいろ検討がなされて、そのリスト、これが文部科学大臣に答申されまして、お役所の方で OK となればそれが正式に重要文化財から国宝へと格上げになったりするんです。 やはりあの、専門家がしっかりと審議をして、これは文化財上大切ですから、重要文化財、または国宝にしましょうとね、審議をされます。文化審議会。その中から、しっかりと審議を尽くしたものが、文部科学大臣に答申されまして、そうやって犯行、今犯行はね、これからなくなりますけども、多分。あの、そういう意味では、OK が出ればですね、文化財として、 指定されたり、格上げをされるということなんです。そういう形で、八坂神社の御本殿が国宝にというニュースが流れたということなんです。で、そのラインはと言いますとね、これはもう審議会での審議ですから、まあ時代によってそのラインは変わると思います。こういうことだから、こうしましょうとか、新たな古文書が発見されたから、 やっぱりこれは国宝だということで格上げもあるでしょう。まあ、とにかくその審議会の中で、ある一定のライン、基準などを設けながら、皆様でその文化財の価値を測りながら、文化審議会で審査をして、文部科学大臣に答申をしていくということなんです。で、八坂神社の本殿がなぜ今回国宝になったかと言いますと、まあ、もちろん、疫病退散を願う祇園信仰の一番中心である総本宮であるということと、 その建物自体が今から400年前、1654年の再建された今ご本殿なんです。で、その本殿の中が、本来神社というと、神様が本殿の中にいらっしゃいまして、我々は外からお祭銭カランカランと鳴らしてね、お参りをしますね。本来本殿の中に上がってお参りをするというのはないわけなんです。それがあの大きな ご本殿ですので、中に参拝、祈願をする場所があって、その建物全体としてね、これ、雷堂という、お参りをする場所が、この八坂神社の本殿にはありますので、そういう意味では、大型建築で、そういう珍しい形式が残っているということで、今回重要文化財から国宝へと、まあ、格上げされた。他に例がなかなかない、珍しいということでね、文化財の、まあ、 確定がですね一つ上がったということなんですねぜひねまた新たな気持ちで八坂神社の御本殿ご覧いただきますとね確かにね大型建築です神様の本殿と雷堂というお参りをするお堂がね一体となった大型建築になっていますのでそのあたりの珍しい建築もご覧いただきながらうーん確かに国宝 という形でね、納得いただきながらね、ちょっとご覧をいただいたらいいのかなと思います。はい。ということで、本日はこの3つの質問にお答えをしました。ぜひ皆さんも毎日、皆さんからの疑問質問を受け付けしております。講クク call.mark.co.jp こちらにメールをいただきましたら、皆さんからの質問にたっぷりといろいろお答えをしたいと思いますので、ぜひ、たくさんの質問を お待ちしております。それでは、一番大切な心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくりたいと思います。合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる、この好きになるというところを皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、心にハートに元気をチャージしていただきたいと思います。 それではいきます。きっと、もっと、京都を、好きになるということで、本日は、楽旅通信番外編3つの質問にお答えをさせていただきました。明日、11月の10日火曜日は、夜の7時からライブ配信をお届けします。また、明日お会いしましょう